岡山大学資源植物科学研究所は、岡山県倉敷市に所在する岡山大学の淵研究所で、植物遺伝資源、ストレス科学研究の共同利用、共同研究拠点である。略称は、植物研、イプスア。1914年、大原孫三郎らによって設立された、財団法人、大原進む農会農業研究所が前身である。2009年に、 文部科学大臣から植物遺伝資源ストレス科学研究拠点として指定を受け2010年に岡山大学資源植物科学研究所に改祖された資源生物が持つ多様な機能及びその制御環境因子に対する資源生物の応答を様々なレベルで研究する植物ストレス科学共同研究コア大麦を中心とした遺伝資源の多様性評価 ゲノム情報解析を行う、大麦、野生植物資源研究センター、近未来に予測される植物のストレス体制や、世界的なストレス環境を研究する、次世代作物共同研究コアからなり、高度に連携した研究体制を作り、総合的、統一的、国際的かつ学際的な基盤研究を行っている。また、岡山大学附属図書館資源植物科学、 研究所文館が併設されている。2008年には大原記念労働科学研究所、倉敷中央病院、大原美術館、法政大学大原社会問題研究所、公益財団法人有林会とともに、大原ネットワークを結成し、大原孫三郎に関する情報共有と相互の活動支援を行っている。南東側前景資源植物科学研究所は、 岡山大学大学院環境生命科学研究科において以下の専攻の教育を担当している大原ネットワークありがとうございます。